アイスランド・アイランド国の標語、ナシ国家、ラフセンガー・サンビカ・アイスランドは、北ヨーロッパの北大西洋上に位置する島国で、共和制を取る国家である。首都はレイキャビーク。総人口は、約35万5620人。島国であり、グリーンランドの南東方、ブリテン諸島やデンマークの自治領である、フェロー諸島の北西に位置する。アイスランドとが、 主な領土であり、イギリスとのタラ戦争の舞台にもなった、漁業基地である、ベストマン諸島、北極県上にある、グリム製島などの周辺の当初も領有する。高緯度にあるため、メルカトル図法の地図では広大な島のように描かれるが、実際の面積は10万2828 28平方キロメートルと、フィリピンのルソン島や、大韓民国とほぼ同じである。グレートブリテントの、 約半分、または、日本の北海道と四国を合わせた程度の面積である。多くの火山が存在し、温泉も存在するほか、豊富な地熱を発電などに利用している。一方で、噴火による災害も多い。例えば、2010年には、エイアフィアトラヨークトル氷河の火山が噴火し、欧州を中心に、世界中で航空機の運用に大きな影響を与えた。ただし、 自然災害のほか、紛争、戦乱、治安など、個人の安全の3つのリスクで128カ国を比較した世界で最も安全な国ランキングでは、2019年が第1位、2018年が第2位だった。なお、国土の大部分が、成形15度よりも西にあるにもかかわらず、グリニッチ標準時を使っている。沿岸には、多数のフィヨルドがある。火山性の土壌で、 大地は肥沃とは言えない。また、アイスランドの森林はかつて乱伐が行われたことも、手伝って、現在の森林面積は国土の0.3%しかない。金融立国であり、国家経済が金融に強く依存していたため、2008年の世界金融危機の影響を強く受けて2008年10月に債務不履行となった。その後、 自国通貨アイスランドクローナも暴落したが、これが漁業やアルミニウム工業などの輸出産業にとっては有利に働いたため、かえって景気が回復することになった。それによって、経済成長率は2012年度には1.5%、2013年度には3.3%を達成した。また、経済危機の直後には8%を超えていた失業率も、 2015年では4%台で推移している。さらに来島する旅行者が急増して観光業が成長しているほか、IT 分野などのベンチャー企業の育成、誘致にも力を入れている。2016年の経済成長率は7.2%に達した。個別分野の記事に関しては、アイスランド関係記事の一覧を参照。正式名称はアイスランド語、アイランド、英語、 アイスランドだが、非公式に、リスバルディス・アイランド、リス・ v l t ル・テス・ラントや、リパブリック・オブ・アイスランドを用いることもある。日本の外務省による、日本語名称は、アイスランド共和国。通称、アイスランド。漢字表記は、表島、氷州、氷ース、アイサンリンなどである。現在の国名、アイスランドは、バイキングのフローキビリガルズソンが宴会に流氷が、 浮かんでいるのを見て名付けたと言われている。英語で、国民はアイスランダー、形容詞はアイスランディック。詳細は、アイスランドの歴史を参照インゴールブル・アルナルソン。最初のスカンジナビア人入植者アイスランドは、火山活動により1600万年前に、北、大西洋に誕生した。871年に大規模な火山活動が2度あり、アイスランド全体が火山灰に覆われたが、 人工物はその火山灰の上の地層からしか発見されていないとして最初の入植は期限874年であり、ノルウェーからやってきたとされていた。アイスランド植民霊明期についての記録として植民の書が伝わる。2001年、レイキャビク市内でアイスランド最古の人工物が同地層の下から発掘されたことにより、871年、 以前から人類が居住していたことが確認されている。人類がアイスランドに入植する以前は、陸生哺乳類は、北極ギツネだけしかいなかった。その後、9世紀末から10世紀にかけて、ノルウェー人とスコットランド及びアイルランドのケルト人が、フェロー諸島を経由して移住した。定住した人類は木炭を作るために森林を、広範囲に伐採した。 人類が入植する前は国土の4分の1がカバの森林であったが19世紀まで続いた伐採により森林面積は1%に減少した。入植者は牛や豚といった家畜をアイスランドに持ち込んだが寒冷地ゆえに羊毛を目的とする羊の飼育が盛んになった。羊は植物であれば若木を含めて食べてしまうため、 国土の3分の2を覆っていた植生が2分の1に減少し、アイスランドは、氷土の露出した高料たる風景となってしまった。漁業博物館 SVR、ボルンガルビークゲラルドゥス・メルカトルによって17世紀、初頭に公開された、アイスランドの地図新しい国を目指した移民たちは、王による統治ではなく、民主的な合議による自治を目指した。これが930年に発足した。 世界最古の民主議会、アルシングであり、これを国家の誇りとしている。アルシングによる統治が続いた約300年の間、アイスランド人はさらなる新天地を目指した。アイスランド人のレイフ・エリクソンはヨーロッパ人としてアメリカ大陸を初めて訪れた。これはコロンブスによる発見よりおよそ500年も前のことであった。この事実は長く会議的に受け取られていたが、 カナダのニューファンドランド島にあるランスオーメドーの発掘によってその業績が証明された。また、ミトコンドリア DNA の解析により、アジアとアメリカ大陸で検出されていたハプログループ C1 系列の新型である C1E 型がアイスランド人から発見され、アイスランド人の女性がアメリカ大陸で子孫を残して、ミトコンドリア DNA が受け継がれた可能性が指摘されている。 ただし、科学分析はその性質上、追試が必須であるため、この結果をもってして、欧州からの DNA を遡れたとは言えないため、今後のさらなる検証や追試が期待される。首都レイキャビークのハットルグリムス協会には、アルシング発足1000年を記念し、1930年にアメリカ合衆国から寄贈された、レイフ・エリクソンの像がある。アメリカ大陸の発見も、 参照13世紀以降はノルウェー及びデンマークの支配下に置かれる。19世紀に入り国民は4シグルズソンを中心に独立運動を展開した。その結果、1874年に自治法が制定され、1918年にデンマーク国王主権下の立憲君主国、アイスランド王国として独立。そして第二次世界大戦で、 デンマークがナチスドイツに占領されたのを機に1940年、イギリス軍が駐留1944年6月17日に共和国として完全な独立を果たした。なお、国際連合に加盟したのは1946年11月である。1949年には北大西洋条約機構に加盟。 欧州経済領域協定が1994年発行したと欧州連合を包含。詳細は北欧の政治アイスランドの政治及びアイスランドの政治を参照あるシングの議場アイスランド内閣とアイスランド首相レイキャビクトランスペアレンシーインターナショナルが毎年発表している腐敗認識指数によれば世界で11番目に汚職が少ない国と評価されている。 国家元首である大統領は国民から直接選挙される。政治的な実権はなく象徴的な地位を占めるに止まる。1980年、ビグディス・フィンボガデュティルが直接選挙によって選出された世界初の女性大統領となった。一員正義会であるアルシングは63名の議員で構成されている。議員は4年に一度国民から直接選挙される。 議員内閣制が採用されており、通常はアルシングにおける多数党の党首が大統領によって首相に任命される。行政機関は首相府、産業、イノベーション省、財務、経済省、内務省、教育、科学、文化省、環境、天然資源省、外務省、副祉省がある。詳細はアイスランドの国際関係を参照北欧諸国との協調を 外交の用としている。欧州連合には加盟していないが、欧州経済領域や支援原権の一部として、他のヨーロッパ諸国とも密接な関係を維持している。アジア諸国との関係拡大や北極圏政策も重視している。詳細は、アイスランドの欧州連合加盟を参照背景、編集欧州連合発足後、漁業への規制等を恐れ、EU 加盟は慎重であった。 しかし、2008年、世界的な金融危機の影響により、通貨アイスランドクローナが暴落。小国であるため、複数の政府閣僚らは、対処が困難との見解を示し、EU 加盟も視野に入れユーロの導入を行い、欧州中央銀行という強力な後ろ盾を得る、必要性について言及した。2008年12月7日の、朝日新聞のインタビューで、 ゲールホルデ首相は EU 加盟に前向きな発言をした。2009年1月、イギリスのガーディアン紙はアイスランドが近く EU 加盟申請をした場合について EU 当局者が金融危機の影響で国家経済が破綻状態に陥ったアイスランドの EU 加盟手続きを優先して推進する方針を明らかにしたと報じた。さらに、 クロアチアと共に2011年に加盟できるよう手続きを迅速化したいとする欧州委員会連 EU 拡大担当委員らの発言を伝えた。加盟申請まで編集ホルで首相率いる内閣は2009年1月に退陣し、社会民主同盟のヨハンナ・シグルザルドッティル首相が就任した。ヨハンナ首相は EU 加盟及びユーロ導入へかなり前向きな姿勢を示した。 4から5月には、総選挙が予定され、ヨハンナ首相は EU 加盟を掲げ選挙に臨み、勝利すれば早期に国民投票を行い賛成を得れば速やかに、加盟申請をするとした。2009年4月に総選挙は行われ、結果、右派独立党のゲヤと共に、社会民主同盟と緑の党の左派連立政権が維持されることとなり、ヨハンナ首相の続投が決定した。 しかし、連立を組む緑の党は EU 加盟に反対の立場であり、野党でも独立党議会議員の定数63人中、これらの政党が33議席を獲得し、僅差で加盟推進派が多数派となった。党開票が行われた4月25日の夜、ヨハンナ首相は我々の時代が来たと勝利宣言し、その上で、 EU 加盟交渉をできる限り早く始める意向を改めて示した。2009年7月23日、アイスランドは EU に加盟申請をした。政府は約3年での加盟を目指すとした。アイスランドは欧州経済領域にも参加するなど EU との関係はもともと強固であり、30分野以上にも及ぶ、秋コミュのテールも7割はその調整が完了していた。 加盟交渉開始、編集アイスランドのオッスルスカルプヘイジンソン外相は、加盟交渉をマラソンに例えるなら 40km 地点にいると話す一方、残りの 2km が最も難しいと話した。アイスランドの基幹産業である漁業界の存在が加盟への障壁になった。EU に加盟すると漁獲量が EU によって制限される。アイスランドの豊かな漁場を、 他の EU 加盟各国に明け渡すことにもなり、漁業界は激しく抵抗した。商業捕鯨の問題に関しては、英独仏など多くの EU 加盟国がアイスランドに対して激しく抗議していた。さらに、こうした多くの課題を乗り越えた後、国民投票という最大の関門が予定されていた。20世紀にデンマークから独立し、独立への思い。 ナショナリズムは強く EU 加盟に抵抗感を持つ人も決して少なくない。与野党とも世論を引きつけるため活発な活動を行った。2010年7月には加盟交渉を開始。2011年8月には EU 加盟の真を問う国民投票を2013年初めに行うとスカルプヘイジンソン外相が同国テレビのインタビューに答えた。また外相は 我々は、交渉が力強い発表と、次期議会選挙前の国民投票で締めくくられることを望むと述べた。加盟申請取り下げ、編集2013年4月に総選挙が実施され、EU 加盟問題に関する国民投票の実施などを公約に掲げた、新歩党と独立党が勝利し、両党による連立政権が誕生した。EU 加盟に反対の立場を取る。 同政権は同年9月加盟交渉を凍結した。2014年2月には政府が選挙公約に従い EU への加盟申請取り下げを決めたことに対し首都レイキャビックで抗議デモが行われたが政府は方針を変えなかった。結局2015年3月12日スベーンソン外相は加盟申請を取り下げると発表した。詳細は 保鯨現代の保鯨及びアイスランドの保鯨を参照保鯨参政国で1992年6月には国際保鯨委員会を脱退した。その後2002年10月に国際保鯨委員会に再加盟するも2003年8月には調査保鯨の再開を発表し調査保鯨を実施。さらに2006年には商業保鯨を再開している。詳細は アイスランドの軍事及び防衛庁を参照アイスランドとグリーンランドとの間のデンマーク海峡及びブリテン諸島との間の海域は北、大西洋や北極海と中部大西洋を結ぶチョークポイントでありイギリス海軍、アメリカ海軍と第二次世界大戦ではドイツ海軍が冷戦期以降はソ連ロシア海軍が対峙してきた詳細はジャックギャップを参照 NATO の原価名国であるが自国軍は所持しておらず、世界でも希少な軍隊を保有していない国家である。国土防衛は警察隊と沿岸警備隊が担っており、実際にタラ戦争では沿岸警備隊がイギリス軍と戦った。歴史上一度も軍隊を保有したことがない。かつてはアメリカ合衆国と国防協定を締結して、 アメリカ空軍基地を設置し、冷戦下の重要な戦略拠点になっていた。しかし、冷戦終結から十数年を経た2006年、アメリカの地球規模の戦力再編成の一環による米軍の完全撤収が両国で合意に至り、約1200名の将兵と、海 -15 戦闘機4機が段階的に撤収、ケプラビーク米軍基地が閉鎖された。ただし、 有事の際にはアメリカがアイスランド防衛を保障する協定を結んでいる。1986年には、レイキャビークがロナルド・レーガン米大統領とソビエト連邦のミハイル・ゴルバチョフ書記長の会談場となり、冷戦終結に向けた部隊の一つとなった。詳細は、アイスランドの地域区分、アイスランドの地方、アイスランドの県、及びアイスランドの自治体を 参照かつては23の県に、現在では26の県に分割統治されている。県の下には98の自治体と14の市がある。行政区分ではないが8つの地方にも分けられる。アイスランドの都市の一覧も参照詳細はアイスランドの地理を参照アイスランドは北、大西洋に浮かぶ中規模の大きさの島である。この島はグリーンランドの東。 北極圏のすぐ南に位置している。発散型プレート境界である大西洋中央海嶺が海面上に露出したものである。ニューヨーク市から 4200km、スコットランドから 860km 離れている。アイスランドという言葉は、アイスランド島のほぼすべての陸域と人口を含み、アイスランド共和国と呼称される、この国について言及する時にも使われる。 居住地帯は海岸線に集中している。首都レイキャビクを中心とした台、レイキャビーク及び南西部に人口が集中している。アイスランド中央高地はほぼ無人地帯である。アイスランドの国土3つの典型的なアイスランドの風景。世界の海流図。赤道近くからアイスランドへと暖流の形で熱の輸送が行われている様子が見て取れる。 欧州最大の水量を誇るデティホスだけアイスランドは大西洋中央海嶺とアイスランドホットスポットの上に位置している火山島である。海嶺は海洋プレートが生成される場所であるわけだがアイスランドは海洋プレートの生成が海面よりも上で見られる地球上でも珍しい島としても知られている。海嶺は大地が広がっていく場所でありアイスランドは常に引き裂かれつつある。 この大地の裂け目をギャオと呼ぶ。ヘクラ山を含む多くの火山が活動し、多くの間欠性や温泉が見られる。1783年のラキ火山噴火は危機を起こして人口の4分の1を餓死させ、何ヶ月も欧州、アジア、アフリカの上空を火山灰が覆った。 1963年11月には、南部沖合1 0トルの海底火山活動で、スルテイ島が誕生した。間欠泉の中で最大のものが、ゲーシール間欠泉で、その名前が英語で、間欠泉を意味する単語ガイザーの語源になった。アイスランドではこの地熱による豊富な温泉を利用し、電力や住宅の暖を安価に得ている。また、世界最大の露天風呂、 ブルーラグーンもある。島は基本的にハワイのように玄武岩で構成されるが、中には流門岩や安山岩を噴出する火山もある。最高峰は南東部にそびえるクバンナダールスフニュークルである。地表の約10%は氷河に覆われており、中でも最大のバトナヨークトル氷河は面積が8100平方キロメートルで単独でも国土の8%以上を占めている。 主な湖、編集詳細は、アイスランドの湖を参照主な山、編集詳細は、アイスランドの山及び、アイスランドの火山一覧を、参照詳細は、アイスランドの気候を参照アイスランド本島は、北緯63度から66度に位置し、国土の一部は、北極圏にかかっている。しかし、冬の寒さはそれほど厳しくはなく、同緯度にあたるフィンランドやスウェーデンの北部の2月の、 最低気温の平均が氷点下20度近くであるのに対し、アイスランドは氷点下3度ほどである。欠ッペンの気候区分では、アイスランド南部は西岸海洋性気候に該当する。これはアイスランドにメキシコ湾から流れてくる暖流である北大西洋海流の影響を強く受けているためである。この暖流によって大量の熱が輸送されてきているために、 アイスランドは高緯度に位置するにもかかわらず比較的暖かい。また、高緯度に位置するアイスランドは、オーロラを地上から観測するのに適する場所として知られているが、このようなオーロラ観測に適する地域としては、最も暖かい地域である。これに対して、アイスランド北部は、東グリーンランド海流などの北極方向からの寒流の影響を受けるために、ツンドラ気候となっている。 これらの海流の影響を受け、特に標高が高い地域では、天気が短時間で変わりやすい。詳細は、アイスランドの交通を山椒付近の丘の上から撮影したレイキャビークの町都市のほとんどがアイスランド本島の海岸近くに存在しており、島の中央部は舗装路もない無人地帯である。主な都市は首都であるレイキャビーク、ケプラビーク国際空港のあるケプラビーク国内、 第二の都市のアークレーリなどである。都市人口率は2000年時点で92.4%に達し、モナコやシンガポールなどの都市国家を除けば世界で最も高い。鉄道はなく、国内の交通手段はもっぱら自動車と飛行機である。物価が高い傾向にあるアイスランドだが、航空運賃は安く設定されている。道路網は総延長1 3 0 3 4トル。 このうち 4617km が、舗装道路で、交通量の少ない残りの 8338km は、未舗装路となっている。道路の整備状態は良好で、国道1号線が一部未舗装だが、約 1400km で、アイスランド本島を一周している。このほか、氷河に閉ざされている、内陸部にも、国道26号及び35号が貫通しており、 4WD のビッグクルーザーの運転を楽しめる。ただし、当器は通行禁止となる。道路は右側通行で、制限速度は市街地で時速5 0トル未舗装の田舎道で時速8 0トルその他の舗装路面では時速9 0トルである。自動車の所有率は世界でもトップ5に入るほどに高い。 また1988年から昼間点灯が義務付けられており、この国で販売される車両は、イグニッションスイッチをオンにすると、ライトスイッチがオフの位置でも、ロービームが点灯するような仕様になっている。詳細は、アイスランドの経済を参照アークレイリの街並み20世紀初頭、アイスランドは、経済の6割以上を第一次産業が占める、漁業、農業国であった。しかし、 水産化工業を手始めに徐々に工業やサービス業へと軸足を移し、第一次産業の割合は1945年には35%、1973年には13%まで低下した。しかし漁業は依然として重要な輸出産業である。また1920年代から1940年代にかけてアイスランド経済は高い成長を遂げ、 1950年には一人当たり GDP は1000ドルに達し、独営物など西ヨーロッパ主要国を追い越した。1960年代までインフレ率は10%台と比較的高い水準にあったが2度にわたる石油危機の発生は人口が少なく国際経済へ依存が強いアイスランドのインフレを更新させ、1983年には インフレ率が84%に達した。1990年代に入って、ようやくインフレは収束した。1970年代から1990年代までのアイスランド経済は、平均3%程度の穏やかな成長が続いた。金融危機以前、編集2008年9月から顕在化した、世界金融危機により、アイスランド経済は危機に陥ったが、 それ以前は一時的な繁栄を謳歌していた。全体の国内総生産は少なかったが、国民一人当たりでは世界でもトップレベルであった。さらに国際競争力も高く、世界4位、ヨーロッパ1位となっており、小国ながら特筆すべき経済力を持っていた。産業としては、金融部門の伸びが著しく、金融と不動産業が、 GDP に占める割合は26%に達した。これが後にこの国の経済危機を招いた。一方、従来の主力産業であった漁業の GDP に占める割合は6%まで減少した。政府の財政体質は良好で、1998年以降は黒字となっていた。以上のように、一時は大胆な産業構造の転換の 成功例として花々しく紹介されていたアイスランドではあったが、それは破綻の危険性と常に背中合わせの状態であった。金融危機以後、編集詳細は2008年から2011年、アイスランド金融危機を参照2008年9月、アメリカ合衆国のサブプライムローン問題に橋を発した世界金融危機により、アイスランド経済は危機に陥った。 2008年9月29日にクリトニル銀行が政府管理下に置かれ、クローナの対ユーロ相場は大幅に下落した。10月6日には政府が非常事態を宣言し、議会はアイスランド国内の全銀行を国有化する法案を可決した。7日にはランズバンキ銀行が国有化され、9日には最大手のカウプシング銀行も国有化された。 こうした危機を乗り切るため、アイスランド中央銀行は8日に、ロシアから40億ユーロの緊急融資を受けることを発表したものの危機は収まらず、10月14日には国際通貨基金に正式に支援を要請した。10月27日、カウープシング銀行の侍祭780億円が事実上のデフォルトとなった。当時のゲールホルデ首相は、朝日新聞のインタビューに対し、 民間銀行だった時のことで本来は政府の問題ではない。公的管理下にあり、そこで最善の処置がされるだろうと回答を示している。2010年1月、政府管理下での公的資金投入を決定。しかし、外国の大口預金者までも自分たちの税金で救済することに国民が反発し、大統領が拒否権を発動した。 ついにこの問題は2010年3月6日に国民投票となり圧倒的票差で否決されてしまった。これに対し自国大口預金者への負担の肩代わりをすでに済ませた英国、オランダ政府が支払いを求めて反発。2011年2月、再び公的資金投入を決定。しかし再び大統領が拒否権を発動。2011年4月、 再び国民投票となり、再び否決されてしまった。このために、IMF による支援や EU 加盟にまで、悪影響を及ぼしている。EN-2009 アイスランディックファイナンシャルクライシス、プロテスツも、参照危機を導いた、男性型経営に対する批判も多く、国有化されたランズバンキ、グリニトル両校には、それぞれエリンシグフスドッティル。 ビルナ・エーナルス・ドッティルという二人の女性が新 CEO に就任した。2007年時点では1ドル約60クローネであったものが金融危機後には通貨暴落で125クローネとなり輸入費が高騰したのを受けてマクドナルドでは2009年10月31日に異例とも言えるアイスランドからの撤退を行った。しかしそれと同時に 自国通貨が為替市場で安くなったことにより、水産物などの輸出ドライブがかかり、経常収支が大幅に改善。アイスランドの輸出額は GDP の59%にまで達し、2011年度には3%を超える経済成長率を記録するなど、順調に景気が回復している。この通貨安は観光業に恩恵をもたらし、2011年度には 約56万人の観光客がアイスランドを訪れその地で買い物をした。これは2010年度に比して16%の増加である。輸出拡大と観光客増加により、2013年には経常収支が黒字を回復した。2016年は観光客数はさらに約180万人へと増え、経済成長率は7.2%に達した。 通貨防衛のための資本規制は2017年3月に解除し、海外投資などが再び自由にできるようになった。アイスランド中央銀行のグズムンズソン総裁は銀行を救わずに金融危機から脱したと総括している。2013年時点で経済危機に苦しむ EU を尻目に、アイスランドの経済は EU 平均を上回る成長を見せていた。漁獲資源が豊富で、 漁業が古くから盛んである。それ以外の天然資源は乏しく、塩が唯一森林資源は、かつてはカバリンが存在したが、開拓の時代に燃料資源として使い尽くされた。現在、国土に占める森林面積はわずか0.3%に過ぎず、矮小なポプラやトネリコが残るのみである。かつての自然を復活させようと、 懸命な植林活動が各地で行われており、アイスランド出身の歌手ビオークもこの活動を PR している。アイスランド本島付近では、北、大西洋海流と北極方向からの寒流がぶつかり潮目を形成しているため、この付近の海域は世界有数の漁場となっている。このため漁業は古くからアイスランドの基幹産業であり続けた。現在でも漁業は盛んであり、 漁業が雇用の8%を担っている。漁獲量は多いが、近年はタラなどの漁獲量が減少している。そのため市場に出回る魚の価格は上昇を続けており、国民が魚を口にする機会は昔に比べると減っている。アロンガ、ハドック、カレー、ヒラメなどが取れる。日本は大量のカラフトシシャモを輸入している。漁業資源の統制を失うことへの懸念から、 EU への加盟を拒否し続けている。また、捕鯨国であることも EU 加盟を遠のかせている。詳細は、アイスランドにおける再生可能エネルギーを参照レイキャビーク郊外にある地熱発電所アイスランド本島には多くの温泉が存在するが、この温泉を活用した暖房設備などが整備されたり、お茶を沸かすにも温泉が使用されたりするなど、 化石燃料を使うことが少なくなっているため、シュトレイ・キャビークは世界的にも空気のきれいな都市とされている。また、国内の電力供給はその約73.8%を、水力約26.2%を地熱から得ている。地熱発電の割合が多いのが特徴として挙げられるが、さ,るさらに特に島の南部は西岸海洋性気候に属するため、 年間を通じて降雨があり、水力も使いやすい。1990年代後半からは安価な電力を使いアルミニウムの精錬事業も活発になった。事業用のほか、一般家庭の電力やシャワーを温めるエネルギーをすべて地熱発電で賄ったり、発電所の温排水をパイプラインで引き込んでそのままお湯として利用できたりする家や施設もある。バスや空港で、 水素燃料電池の導入実験を行うなど、新エネルギー導入に積極的な施策を打ち出している。こうした1980年代から再生可能エネルギー発電への切り替えを1980年代から推し進めており、エネルギー政策先進国として世界から注目を浴びている。現在では国内の電力供給の約80%を推力。 約20%を地熱から得ており、火力、原子力発電所は一切ない。2050年までには化石燃料に頼らない水素エネルギー社会を確立することを標榜しており、すでに燃料電池自動車のバスの運行、水素ガス供給ステーションの建設が始まっている。近年、工業の多様化に努め、ソフトウェア産業やバイオテクノロジーのほか 水力発電によって生み出される安価な電力を利用したアルミニウム製錬産業が盛んである。さらに天然資源の加工品としてコンクリートがあり非常に高価な輸入木材に代わってほとんどの建築に利用されている。金融サービスなどが盛んになってきている。観光も拡大し続けておりエコツーリズム、ホエールウォッチングなどが流行している。 2003年には日本からチャーターでの直行便が就航され、年間日本人観光客数は就航前の約3倍となった。クレジット機能付き ID カードやインターネットバンキングなどの普及により現金決済が著しく少ない。背景には1980年代に経済の中心が漁業で水産物の価格に振り回され物価がインフレーションとなったため、決済が 不足気味の現金から小切手へ切り替わっていったことが挙げられている。首都圏大レキャビークに属するセルチャルトナルネースにはスタートアップインキュベーション施設イノベーションハウスがあり IT 系のビバルディテクノロジーズのなど20を超える企業がオフィスを構えている。主な貿易相手国はとなっている。主な輸出品目には 金額ベースで6割以上を占める魚と魚の加工品、ついで2割を占めるアルミニウムの地金及びアルミニウム製の製品である。金額ベースでは2から3%を占めるに過ぎないが、軽素鋼などの原料となる軽素鉄は特徴的である。国内では牧畜も行われており、ウール製品も評判が高い。また医薬品なども輸出している。これに対して、 主な輸入品目は、機械類、自動車、防機サイトなど。また国内での農業生産も行われてはいるものの、牧畜が主であるため、農産物も,も輸入している。なお、アイスランドの貿易全体に占める日本との貿易の割合は、ビビたるものだが、日本への輸出は、水産物が目立ち、日本からの輸入は、自動車の他に、地熱発電用の蒸気タービンも目立つ。 詳細はアイスランドの人口統計を参照アイスランドは地理的に孤立していることもあり、ここ100年の人口推移はわずかな移民と世代交代による増加があるのみ。2016年時点の出生率は11.9パーミル、死亡率は7.0パーミル。平均寿命は男性80.9歳、女性85.3歳であり、世界第6位である。 世界経済フォーラムが経済や政治などの分野について男女平等の度合いを指数化する調査でアイスランドは5年連続で1位。詳細はアイスランドの言語を参照アイスランド語が公用語でありアイスランド語が話されている。一方で英語とデンマーク語を小学校から習うため国民の大半はトライリンガルである。また、 識字率が99%以上と高水準である。詳細は、アイスランドの宗教を参照アイスランド国教会のキリスト教信者が多く74.1%に達する。ユニバーサルヘルスケアが達成され、厚生省が所管している。医療費の85%は税収による公費負担で自己負担は15%ほどとなり、 他国と違い民間病院や民間医療保険は存在しない。詳細はアイスランドの教育を参照高等学校は4年生。大学についてはアイスランド大学を参照。詳細はアイスランド人の名前を参照アイスランド人の名前は姓がないという特徴を持つ。名前はファーストネーム不詳で構成され、アイスランドの電話帳は ファーストネーム順に編集されている。アイスランド人の負傷は、男性の場合、父親の名の属格孫、女性の場合、父親の名の属格ドッキルとなり、それぞれ、の息子、の娘という意味である。例えば、同国出身の著名な歌手、ビョークの本名、ビョーク・グズムンズ・ドッキルは、グズムンデルの娘、ビョークという意味になる。古くは、他の北欧諸国も、 同じように命名をしていたが、現在は、ヨハンソンといった性に名残を残すのみで、現在この習慣は、アイスランド独自のものである。ただし、すべてのアイスランド人が性を持たないわけではない。第21代アイスランド首相ゲールホルデなどは、父親がノルウェー人であったため、例外的に性を持っている。ただ、アイスランドでは、文化的に性に、馴染みがないため、 ゲールホルでは公式の場でもゲールと呼ばれている。なお、特段の請求がない限り、婚姻してもそれまでの死を名乗る。2010年より同性同士の結婚が認められるようになった。詳細はアイスランドの文化を参照文化的には北欧圏に属し、特に創始国であったノルウェーとデンマークの影響が強い。しかし、ケルト系のアイルランド人が開拓を行った歴史も、 あり、決闘や言語には、その影響も色濃く残されている。そのため、スカンジンナビア諸国とは似て非なる、独特の文化を持つ。また、独立後から、冷戦の間は、アメリカ軍が駐留していたため、近年は、その影響も大きい。冬場は、極夜となることなどから、外出は少なくなり、家にこもり読書にふける人々が増える。そのため、 一人当たりの書籍の発行部数は世界的に見てもかなり多い。多くの人々が文学や詩に親しむ環境にあり、人口数十万の国ながら多くの文学者や音楽家を輩出している。近年は、ビョーク、シガーロス、ムームラアイスランド出身の音楽アーティストたちが世界的に人気を集めている。詳細は、アイスランド料理を参照ソーラマトゥル。 ソーラブローとアイスランドの周辺海域は世界有数の漁場であり、漁業が盛ん。以前よりは少なくなったとはいえ、魚介類やクジラが食卓に登ることもしばしばである。しかし、漁業以外にも伝統的に狩猟によって海鳥を食べてきており、また牧畜が比較的盛んであり、食肉も生産されていて、肉料理も食卓に登る。なお、これらの水産、狩猟、 牧畜の産品は燻製にして長期保存が可能にした。また、チーズやバターなども生産されており、それらを使った料理も見られる。アイスランドでは一部地域で農業も行われており、ジャガイモやキャベツなどは地元で生産される馴染みの食材である。また、アイスランド本島内には温泉が豊富であるため、現在はこの温泉を利用して本来アイスランドの寒冷な 気候では育たない食物を栽培し、輸入品のみならず、地元産の野菜が食卓に登ることもしばしばである。また、歌詞の分野では、他の北欧諸国と同様に、リコリス歌詞が好まれる。詳細は、アイスランド文学を参照、サーガ民族の老い立ちを綴った、一大女子詞、サーガと北欧神話シノのエッタ、スノーリストルルソンの書き残した、三分のエッタ。 あるいは同じく、スノッリによるヘイムスクリングラーなどが特に有名。語学研究の点においても非常に貴重な資料である。ハルドールラクスネスが1955年にノーベル文学賞を受賞した。アイスランドの伝統的なレスリングとしてグリマガールが,あるがアイスランドで最も盛んなスポーツはハンドボールとサッカーである。特にハンドボールは国技とされ。 世界的にも高いレベルを誇り、アイスランド代表は北京を降りで銀メダルを獲得している。また、サッカーのアイスランド代表も2016年の欧州選手権に出場してイングランドなどを破ってベスト8に進出し、2018年のワールドカップロシア大会への出場も決めた。FIFA ランキングも2010年の112位から2016年には22位と成長を遂げ、 エーデル・グジョンセミやギルフィッシュグルズソンのような世界的な名選手を輩出している。その他にも地形を生かしたスキー、アイスクライミングやロッククライミング、ハイキングなどが盛んに行われている。詳細はアイスランドの音楽を参照アイスランド国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が一件、自然遺産が一件存在する。詳細は アイスランドの世界遺産を参照詳細は、アイスランド人の一覧を参照ポップスミュージシャンでくジャズミュージシャンクラシックハンドボールアイスランド、代表サッカーストロングマン政府政党日本政府、観光音楽。ありがとうございます。